こんにちは、土の子です。さあ今日もね、ガラスプラッシュの方やっていきましょう。まずは恒例、一番最初のじゃんけんね。もう今日は勝つでしょ。今日はもうね、決めた方がいいって言われてたんで、マンゴーさんにね、もう決めていこうかな。その前にできるよね、ちゃんと。よし、チョキでいきます。今日はチョキでいきます。さあ来ましたね。もう今回は迷わずにチョキを出していきたいかなと思います。どうだ、もう負けないでしょ、さすがに。何連続失敗してると思ってる？どい！心読みすぎだろ、じゃんけん仮面。まあめげませんよ。今日はね、次もチョキ出しますから。どんな法則？法則ある？じゃんけん仮面強すぎだよ、ほんとに。何連敗ですかね。その前のノコノコ合わせたら結構やばい連敗数だと思うんだけど。さあ来たな、宿敵よ。俺のカードはチョキだ。どうだ、もう勝つでしょ。もう標準決めたい。もう頼む、来い。やりました、やりました。ようやく勝った。チョキを信じてよかった。マリオやったよ、勝利。優勝おめでとうございます。商品のカードと賞金です。どうぞ受け取りください。モートンゲット、強そうだぜ。味方にしたら強そうだぜ。わあ、コインも9400まで溜まったんだけど、ちょっとコイン溜まりすぎ、連日のカードで。バイバイ。誰にバイバイ、これ。カメラ、テレビで放映してたってことなのかな。ふう、何度も挑戦した甲斐があったぜ。おめでとう、優勝おめでとう。やりました。まさかじゃんけん仮面を倒すとは、新チャンピオンの誕生ですね。うん、勝つまでやったけどね。勝つまでやっちゃった。勝つまでやったから、まあ、倒すの当たり前かもしれないけど。よし、やったぜ、チャンピオンだこれで。本当にチャンピオンでいいのかな。さあカードをね、しっかり買ってキーノコハウスで、おう、ちょちょちょ、キーノコハウスでね、教授に会っていきたいと思います。確か会いに行ったらいいんだよね、教授。あれ、あ、マリオさん、先ほど教授がニッコニコの上機嫌で緑の大森から戻られました。でも一緒に散歩に行ったはずのおちびちゃんがいなかったよな。あれ、戻ったけどここにはいないのかな。あっちにいるのか。あ、やべえ、すっげえがっくりしてんじゃない、もしかして。まだ戻っていないので教授がぐったりしてしまいました。好物でもあれば戻ってきてくれるかな。おちびちゃんの好物なんだろう。なんかそんな話あったっけ。おちびがいない、おちびがいない。教授さん、しっかり、きっとおちびちゃんも見つかりますよ。元気出してください。君たちがおちびを見つけてくれるというのか。そうか、君たちはペンキスターを探してあちこち旅をしてるんだったね。もしどこかで可愛いおちびを見かけたらすぐに教えてくれ。調査中の発掘現場にも入れるようにこれをあげよう。お、発掘現場のパスゲット。頑張ってください、教授、教授。何も言えなくなっちゃった。じゃあ発掘現場行きましょうか。教授は置いといて、おちびちゃんはあの森の奥にいるんじゃないかな。よし、はいよ。中に入りたい場合は教授の許可が必要です。あるぜ。お、それは発掘現場のパス。偉い教授の許可があれば問題ありません。さあ行きましょうか。化石なんてワクワクするよ、ロマンだよね。
さあ発掘現場を見学しよう。僕は化石を見てるから。マリオペンキさん、あ、なんかペンキ好きなのかな。教授はほっといて、あ、楽しんじゃいましょう。ここから先の移動には発掘作業用に組まれた芝をご利用ください。地震には気をつけて注意してくださいね。そうだね、リアルでも地震に気をつけなきゃ。大きい地震があったからね、近くで。さあ進んでいくよ。わあ、ちょっと、ここ塗りたい。え、ペンキーもしかして本当にどっか行ったのかな。確か呼べたよね、ペンキー。あ、いるじゃんいるじゃん。なんで行くとか言うと言っているじゃん。あ、え、ここなんだ。こっち行ってんよな。おい、この辺りの岩はとても崩れやすいので慎重に発掘しています。ほう、おらちょっとハンマーで叩くなんて落盤が起きたら大変ですよ怒られちったやった。さてさて、これで上に上がって。あー、マリオさん、化石の見学ですか。化石を近くでご覧になりたいならその穴から入り足場を通って上がってきてください。うーん、そうかいあれ、こっちは怒んないのこれはなんだ、これ水たまり。あー関係ないね。お、地震だ。え、ねえマリオ、今地面が揺れなかった。揺れた。おお、水たまりがすげえ揺れてる。でかい。うわー、なんだ今、震度9ぐらいあったぜ。すごい揺れた今の。なになに、どうなった、大丈夫か。お、なんかカロンがいる。どっち行ったらいいんだろう。あー、まあとりあえずちょっと色抜け、まあ地震はちょっと気にせずに地震気にせず、気にしない図太さが必要ですよ、やっぱり。おいよ、うまく塗れない。カロン強いのかな。なんかここ白いのは気のせい。おーら、振り返りざま。逃げると見せかけて。ほう、ハンマーで叩いてみよう。ほら、バカーン。よし、あー、いいのか。復活するんじゃないの、でもあの形。あ、復活する。やべ、早く、やり過ごさねば。大変、今の振動で足場が壊れちゃいました。振動で壊れたというより巨大な何かが通ったみたいな壊れ方です。なんだって、巨大な何か?ピーン。もしかしちゃうかも。ほら、これ倒せないか、やだな。早く戻る前に。よし、こっち。あ、なんだこれ、シルエッツ。お、アイスフラワーゲット。ここにもあるね。ファイアフラワーゲット。塗り漏れはないかな。こっちとか入れないよね。うん、よし、ちょっと行ってみよう。じゃあキノピオ、もしかしてあの教授の、あれあれ、行けない、こっち側から行けないのか。ああ、黄色く塗っちゃった。なるほどね。こっちは？おっとっとっと。ここは、あった！色抜けが。うん。こんなとこに色抜けが。ほら。よっ。あ、で、こっちに行けるのか。なるほど。うわ、ネズミまで来た。やべ。やっべ。あー、金まで取られた。慣れないことするもんじゃなかった。あー、逃げてった。金取られた。
お、カロン潰したんじゃない？あ、これでカロンが潰せるってことか。あそこ行けないね。切り取り行ける？切り取りも行けそうにない。じゃあ戻ってみるか。こっちじゃないのかな。どうなってるんだ。あるね。おい、あれ全然足も崩れてないじゃん。あれ入れはしないのか。大丈夫？この辺りの岩、あれ全然なんか地震関係ないじゃん。およよ、ということはやっぱりあっちに登って順々に登っていくのが正解か。んほら、こうやって潰すのが、潰したらカロン出てこないね。ほら、そしてこっち、あ、なんだこっち行けるじゃん。ほらなるほど、こうやって退治していくんだね。おい、何かが通った。あ、もう聞いた話だね。ほんとだね、潜んでいたらいるんじゃねえの。あ、パワーブロック、パワーブロック、ひっくり返るのかな。みんな、マリオさん、先ほどの大きな振動で発掘現場も大騒ぎです。なんかでもあんまり大騒ぎしてなかったよみんな。お、ダブルバネジャンプ。さーて、これ何、これいける？あ、律儀にハートまで置いてあった。うわっ、危ねえさあびっくりした今足場が崩れたのかと思った。さっきの大きな振動で落盤事故が起きました。生きてるよ生きてるよ。すげえとこに落盤したな。それは大変だ。この辺りにレスキュー隊はいないみたいだし、僕たちで助けに行こう。そうだね。ああ、これはさあ、落盤を怖がってたら化石を掘ることはできません。命がけだ。キノピオが生き埋めになってます。まだ生きてるってことです。早く助けてあげないと。ほんとだね。3階の足場が崩れてしまったように、落盤現場にはこちらから裏ルート回って向かってください。ほうほう、なるほど。まあとりあえずまずは色抜けを色抜けを優先してもいいかね。あ、あっち側は逆に行けないんだ。逆からじゃないといけないんだ。ほうほう、あるある。なんか大工さんになったみたいだね、マリオが。配管工は大工さんになりました。んー、なんだあれ、なんだこいつ。ほら、なんか見たことないな。マリオの敵にいたっけ。名前は骨クリボー。骨かぶってる、カラカラみたいだね。骨のお面をかぶってます。クリボーでも顔真っ青だけど体真っ青になってるけど大丈夫なのかな、それちょっと心配しちゃうぞ。飛んでけ。あー、よしよしよし、飛んでった。いいぜ。カロンはもらえないけど、これはもらえるからいいね。骨クリボーは、これもしかしたら落ちた時に結局来る場所じゃないの。どうせあそこ落ちるんじゃないかな。あ、おし、来い、おびき寄せて。あれ、よっしゃいいな、気持ちいいな。ちょっとそして色抜けをしっかり取る。こっち側はなんかいけそうじゃない。あ、あるある、色抜け。ハートは取る必要もないな。お、なんだ、うおー全然なんか隠し通路の美味しさがないぞ今の敵と戦っただけじゃん。仕上げたぜ。コインだけ、
か全然美味しくなかったな、コインだけって。塗りもなし？これ上にも行けないのかな？まあ、こっちから行くか、こっちからなんだろうね、きっとね、正解言うとは。まあ、行きましょう。ほい。あ、いらない、いや、危ねえ。大丈夫？なんかいない？あ、セーブポイントがある。なんだろう、この先何か危険なのかな？こういうところのセーブポイントは危険なセリフ。落盤現場で、落盤事故現場へキノピオの救出に向かわれそうですね。よろしくお願いします。こっち、おや、これ上行けるんじゃない？あ、行ける行ける。この上に塗り漏れがまずあると。よし。そして、で、誰かいるよねこれね。あれ、ここでお弁当食べてるのみんなには内緒ですよ。ワンナップキノコ。なるほど、これ茶番が用意されてると。さあ戻りまーす。よいしょ。およ、違ったの？通過しちゃったよ。ん？うわ、また地震あるよ。もう余震レベルだね。戦いたくねえな。よし。戦わずに済んだ。ん、すごい地震が。なんかすごい地震がとか言ったら、なんか自分のとこで地震があるみたいじゃんね。ここは？こっちはないかな。上抜けもないね。頻度高すぎでしょ。ねえマリオ、ちょっと待って。まさか。さっき大きな振動が起きて、その後発掘現場がめちゃくちゃに荒らされていたよね。もしかしたら想像を絶する恐ろしい何かがこの辺りに潜んでるのかもしれない。でも、なんだろう。でもね、この先何が起きても僕はひるむことなく全力で君のことを守るよ。どうした急にペンキ。ペンキスターを探すにはマリオ、君というパートナーがどうしても必要なんだ。めっちゃ自信すごいんだけど、それより。うわーうわー、来たー、怖えー、パックマン、パックマンが来た、恐ろすぎる。暴れすぎだろう。衝撃の恐ろしさだったんだけど。マリオ、この草むら安全だよ。先に調べておいたから。ペンキーが長話するときは危険と覚えとかないとダメだね。いやー、それにしても草むらのチェックに忙しくてちゃんと見てなかったんだけど、今襲ってきた、ま、大きくて丸い化け物は一体何？いや、どう見てもあの博士のペットだったんだけど、さっきの地震もきっとあの化け物が暴れていたからだよ。また暴れ出さないうちに急いで落盤事故の現場へ向かおう。落盤事故の現場に向かってなんか解決するの？あれは救出するだけでしょ。あ、なんか前もあったね、あの扉。そういや、扉どうせ入れないなと思って行かなかったんだけど、ちょっと見てみようか。行けるのかな、こっちから。色抜けが結構あるね。ちょっと待って、これ色抜けてない？あ、色抜けてる、色抜けてる。あ、これで取れるようになったな、こっちから。よし、助けてー。またセーブポイントがあるってことは、ということはプンプンするぜ。ちょっともう濡らして綺麗に。助けずに探索をしてしまうマリオである。なんだろうねこれ。お、でれれ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 れ。お、なんだこれ。ほい、お、いけるかも。うん、タン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 。開ける。何があるんだ。お、めくってカード合わせ。パネルを叩いてカードをめくろう。叩いた2枚が同じならカードゲット。時間内でたくさん揃えていこう。ほう、なんだこういうことができる。マイナス昭和、いきなり外れくじ。ブブー。サンプル、キノコ、あー神経衰弱、あ、キノコ、あ、違って、キノコじゃなかった。キノコなかった？あれ、やべえ。あ、サンプルあった。レモン。レモンゲット。
あれ、キノコどやっぱどっかあったよね。どこだか忘れちゃった。でも結構取れたんじゃない。残り4枚。へえ。あ、で通れなくなるみたいなことか。なるほど。エア、あ、びっくりした。エアバセだったんだね。なんで今ジャンプしたのに落ちたの？また落ちの子かよ。さあ行きましょう。ちゃんと乗って。壊して。はーい。落盤事故の現場はここです。中に閉じ込められたキノピアはまだ生きてるようです。自分で生きてるって言ってますし。息のあるうちに早く助けてあげてください。ちょっとは助ける素振りしないよ君も。おい、お、ダーン。余計キノピオの方に土がいっちゃう。あ、眩しい。マリオさん、あ、やった、助かったぞ。マリオさん、ありがとうございます。そうそう、落盤のついでにこの穴の中でこんなものを見つけました。なんだ、ん、お、でけえ。それ化石じゃねえの？それ下のや、下の続きじゃないの？それ取っちゃいけないでしょ。イケメンになったりなってたのに泣いたりもせずしっかりしてるなんて、なかなか骨のあるキノピオだね。ねえマリオ、せっかくだから絞らせてもらおうよ。絞れるのそれ？絞るぜ。ギュ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 やった、骨ゲット。あ、これあれにいいんじゃねえの、あのペットさんに。ギャー、うわっ、うわっ、なになになに、どっち、はっはー、あ、あー、目の前が真っ白になって僕はもうこの世からいなくなってた。恐ろしすぎだろ。よし、ここで、え、ねえマリオ、せっかくだからしばらく止めやがってペンキ。何遍もやらなきゃいけないじゃん、失敗したら。あれは叩いて下を開けたらよかったのかな。一瞬の判断が全部ダメになっちゃうぜ。さあもう一回いきます。え、ちょっと待って、おいおいくそ、完全にハマったもん。よし、もう今度こそ、ええー、マジどこ、あのキノピオのとこに隠れたらいいのか。もう右だと思ったら今度通じてねえじゃん。よし来た。もう絞るのは見たくないんじゃい。ここだ。よし、よかった。ゴロ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 、おお、ドラゴドン出た。ドラゴドンになったの？これがドラゴドンの化石か。大きくて強そう。いや、さっきのあのワンワンに誰も注目しないの。でも全体的に白くてまるで色抜けしてるようにも見えるね。今の巨大な丸い化け物は一体何ですか？そうだよ、本当に。落盤で見つかったあの骨をマリオさんが取っちゃったから怒って出てきたのかも。おい、ちょっと待て。なんで僕のせいになってんだよ。壁を突き破ってどっかに行っちゃうし。でもあの化け物のおかげで化石があらわになりましたね。発掘の手間が省けました。その穴の向こうからペンキスターの匂いもするよ。行ってみよう。どれどれ、おろろろろ、さっきの丸い化け物はこの壁を越えてどっかに行っちゃったみたいだね。ま、化石も見られたし化け物もいなくなってひとまず一段落かな。
さあリトルペンキスターを叩いちゃおう。よし、今回はこれで終わりってことか。戦うわけじゃないんだね。多分あの骨使うんじゃないかな、ワンワン。だって犬大好きだもんね、骨が。今回はコイン少なめだぜ。じゃんけんのとこ行けるのかな、もしかして。あ、違った。どこだ。あー、じゃんけんとこ行けるようになった。さあ次はじゃあ大大トゲ神殿。うん？どこに行ったらいいんだろうね。これまだ点滅してるってことは、やり直してること、やり残してることがあるってことかな。ちょっともう一回行ってみるか。明日から何を発掘すればいいんだろう。あれ化石だって言うけど色抜けじゃないの。化石が嫌いに出てきたので発掘の仕事がなくなってしまいました。みんな暇になっちゃったのかな。一瞬で終わったため作業終了となります。今までのちまちました作業は一体何だったんだ。おお、ドラゴドン出ました。ここそいやすぐのとこに色抜けがあってね。これこれ、まだでも結構色抜けがあったな。うん、幸い怪我人も出なかったみたいでよかったです。大丈夫だったよ僕も。いやでも何遍もなんか死んだみたいだけどね。死んだけどあれは夢だったのかな。脇目も振らず無我夢中で逃げていたので何から逃げたのか見逃しました。わかる、あれはでも無我夢中で逃げるわ。別段やることは今はないかな。今なさそうだね。はい、ということでじゃあ今日はねここら辺で終わろうと思います。その次はどこ行ったらいいのかな。また教授のとことか行ったり、この先新しいとこ行ったり、ちょっと探索からのスタートになると思います。よかったらねまた次も見てください。それじゃあ土の子でした。